穴がどこにもないだって？ああ、別の区の兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。仕方ない。それなら一旦トロストクで待機しよう。エレン、話があるんだが。まさか、ついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつだ。俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺たちの目的は、壁の中の人類全てに消えてもらうことだったんだが。エレン、お前が俺たちの故郷に一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。どうだエレン、悪い話じゃないだろう。ひとまず危機が去るんだからな。どうだろうな。お前さ、疲れてんだよなあベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ああ、ライナーは疲れてるんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねんだ。そうか。何を考えているんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺がすべきことは自分のした行いや選択に対し、選手として最後まで責任を果たすことだ。ライナー、やるんだな、今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。
きた。これじゃうかつに近づけないよ。蒸気の弱まる瞬間は必ず訪れるはずだ。隙を狙って接近を試みるぞ。熱風によって瓦礫が飛んでくるぞ。注意して進め。瓦礫の影に入ればあいつの蒸気を防げる。また瓦礫が飛んでくるぞ。気をつけて進むんだ。不用意に近づくな。粘り強くチャンスを待つんだ。奴の動きは遅い。落ち着いて超大型の動きを慎重に観察するんだ。蒸気に押し戻されそうな時は瓦礫の陰に隠れてやり過ごせ。まだきっと死んでないからどうかお願い。落ち着いて近くの瓦礫まで移動するんだ。やつは動きが遅い。近づいてしまえば必ずうなじを削り取れるはずだ。鎧の巨人を引き受けてくれてる。僕たちは超大型巨人に集中しよう。超大型巨人、やっぱりライナーとベルトルトが。捉えることはもうできない。殺せ、カメラーン。強力な蒸気で身を守ってる。これじゃ攻撃できない。どうすれば。どうもしない。待つんだ。
アルミンは私についてこい。鎧の巨人の相手だ。いつまで体を燃やし続けられるか見ものだが、いずれ彼は出てくるはずだ。怖くない。倒されんならいいぜ、その首よこせ。無駄なあがきだ。止まった。あの位置は。周囲を警戒しろ。巨人を呼んだぞ。周囲に他の巨人は見当たりません。上だ、避けろ。シーナの内扉が破壊されました。内側から壁を破るつもりか。防衛線を維持しつつ速やかに超大型巨人を討伐せよ。壁外への壁を破壊されれば人類は敗北する。奴が壁に到達する前に仕留めよう。よっ、死ねんだ。救援要請か。あのデカブツ面倒だな。このままじゃ一緒に戦ってほしい。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。多くの仲間たちがお前のせいで死んでいった。敵を取らせてもらう。お願い。分かったぞ。アルミン頼んだからね。了解。一人。このままでは防衛線を突破される。何としても死してよ。ベルドルト、悪いけど君の好きなようにはさせない。いいよね。こののっぽ野郎が、てめえはここでぶっ倒してやる。ミコラントニー、よろしくお願いします。任せて。ベルトルト、
僕も裏切りやがったな。かかってこい。お前なんかには負けねえ。巨人の足を止めた。やはりそれが狙いか。リヴァイ！クソが。おい、待て、エレン！エレン！動いた。you
でライナーを引きつけてくる。ベルトルト、僕とエレンで倒す。わかった。ライナーは私たちに任せて。なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら力が湧いてくるんだ。この作戦がうまくいけば、もう海を見にはいけないな。僕はなぜか外の世界のことを考えると勇気が湧いてくるんだ。エレン、起きろ。海を見に行くよ。自分で考えた作戦だけど、成功は僕がどれだけ耐えられるかで決まるかな。アルミ、お前大事には至らないあたりで切り上げるけど、あとは任せたよ。ほら、僕ってそんな勇敢じゃないから。いいや、俺が知ってるお前は分かってるよね。一緒に海に行くって約束しただろ。僕がエレンに嘘ついたことはあった。だから何があっても僕の作戦守ってくれよ。くそ。あ、エレン、勝負はもうついてたんだ。終わりにしよう。ベルトルト、エレンの元へ近づけさせるわけにはいかない。少しでも長く超大型巨人の足を止める。そのためなら何だって捨ててやる。から生き残ったのはエレンについてた104期生のみんなだけか。正直言えばみんなまとめて吹き飛んで欲しかった。火のついた瓦礫を。ベルトルトはこの町を火の海にするつもりなのか。蒸気をまともに食らい続けた。たぶん火傷どころじゃ済まないな。炎の水、砂の雪原、きっと壁の外には僕の知らないものがたくさんあるんだろうな。だけどもし僕がそれを見られなくても、きっとエレンなら。蒸気の噴出が強まった。だけどそれだけ超大型にも負担がかかってるってことだ。理屈はエレンの巨人化と同じだ。短時間に連続して力を使うことはできない。まずい。エレンの家に火が回ったら、いや、今やるべきことに集中しないと。限度を超えた後、力が先細りするだけで有効な力は何一つ発揮できなかった。15メートル級でそれなら
60メートル級はもっと燃料効率が悪いはずだ。まだだ。まだ足りない。もっと時間を稼げるはずだ。何より熱風を放っている間は筋肉を動かせない。けどアルミ、それが君の最後か。君がその知恵を絞ってようやくできる抵抗は、そうやってあぶられ続けることなのか。なら分かったよ、今楽にしてやる。夢、命、すべて、きっとエレンなら海を見てくれる。終わった。さあ、次はエレンと馬を。これは硬質か。取った。エレンは動けないと思わせたのも、アルミの抵抗も、硬質化した巨人のカカシを作るための時間稼ぎ、全ては僕の隙を作るため。クソ、分かってたはずなのに。お前が誰よりも勇敢なことぐらい。